はい、横田さん、はい、今日はサロンイベントです。はい、ここ広尾にあります横田ゴルフベースですね、はい、今回初イベント、初イベントじゃない、初かぶってるかぶってないセミナーイベントやりました。はい、はい、今日は4名の急遽募集をかけたにもかかわらず、はい、すいません、3日前の募集ですいません来てくださいました。はい、ざっくりともう小1時間やりましたが、どうでしたでしょうか。いや、すごく分かりやすくご説明いただいたので、はい、横田プロと遊ぶさんの説明聞いて最初正直分かりづらかったんですけど、最後にはもうすごく、うん、なんて言いますか見た瞬間、あ、かぶってるなっていうのが理解できるようになりました。うん、ではどう、はい、はい、私もちょっとこう YouTube で何度見てもちょっと分かんないなっていう感じはあったんですけど、今日実際のものを見て、あ、こういうこと言ってたんだっていうのがちょっと分かってきたような気がするので、これからも研鑽して分かるようにしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ締めお願いします。ゴルフ始めてそうそう、まだ1年半2年になるかならないかぐらいです。はい、ですけど、すごく意識が高いですよね。いや、なんか動画いつも見てて、はい、自分の家族とかも一緒に見てるんですけど、あ、そうなんですね。なんかこういうことなのかなみたいに言ってて、家で言ってたのが実際今日ここで説明してもらって、なんか一致するところがあれば、ちょっとドライバーとかウッド系が全然分かんなかったんですけど、今日実際に見てみて分かりました。分かりました。結構分かるようになりました。ちょっとショップ行って見比べてみたいなと思います。わ、いいですね。いい感じです。はい、はい、私もゴルフ仲間いっぱいいるんですけども、横田プロのファンがいっぱいいます。みんなでクラブ見ながら、かぶってるかぶってない、はい、いつもやってます。ほとんどの人は分かってないと思います。今日謎解けたんじゃないですか。これから私が先生になって、皆さんにそのあたりをレクチャーしたいと思います。ただまあ、これだけ世の中には使いにくいクラブがあるのかなというのは少し勉強になりました。これからあのいいクラブを探してに旅に出たいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとね、皆さんでこう雑談じゃないんですけど、マジで良かったと思いません、ね、はい、この回。わかりました。でちょっとね、動画の中じゃ言えないような裏話もかなり今日入れさせてもらったんですけど、なんか腑に落ちるところ結構どうですか、あったと思うんですけど。はい、このクラブを見てない理由いや、大丈夫、ギリギリ大丈夫、うんうん、そういう、はい、謎解きもいろいろありまして、はい、非常に有意義な時間を過ごさせていただきました。はい、一応見てはいるんですよね。だから見てはいる。だから最近こう、お、いいなって思った代表がほらコブラ、あ、コブラね、結構良くなってたじゃないですか。あ、だからで多分デシャンボーのね意見が言ってんのかななんて僕勝手に予測しましたけど。そうね、うん、そうだからそういうちょっとね、そういろいろ急にどうしました、ね、最新が最良だったり、うん、高いグラブは最良じゃなわけがないよと、うん、目利きがこう皆さんは今日身についたと思うんでね、まさかこのパターにまでね、そういう被ってるかもしれないな、あるって多分皆さんね、ちょっと今日体験してもらったと思うんですけど、いや、これね、ヨゴさん、僕がもう今ね、なっちゃってるんですけど、はい、ヨゴさん言うて最新は最良ではないって言ってるけど、結構最新の使ってるんですよ、結構最新の、まあ、僕なんかなっちゃうと、もう古いクラブでいいのめっちゃ探したくなっちゃうんですよ。あ、3万以下のアイアンでめっちゃいいのないかなとか、うん、ドライバーももう2万円台でめっちゃいいのないかなみたいな、めっちゃ飛ぶやつみたいな、そうなっちゃうともう時間足りないですね。そう、時間が足りないマジで時間足りない。多分絶対なると思うよ、多分なると思う。もう勝手にね、みんなにお勧めしちゃったりとかね。高いもんで金をなびかせて、うん、ゴールショップ入る時代じゃないですよ、ね、うん、このスキルを身につければね。そうね、そう、ちょっと古いのでね、あ、最新のを使ってるあいつに勝ってやろうかみたいな、
とはいえパラダイムとかまだ打ってみたいし、打ってみたいね、うん、それまだ打ってないんで、うん、なんかステルス2もいいんでしょ、カラフルなフェースも打ってみたいし、うん、まあね、はい、あと今日僕の失敗したアイアンもね、うん、ピン I210 これずっとトルコで使ってこの間予選落ちしたやつ、はい、とこの間買ってきたね I210、赤坂店で買ったやつだね、そう、うん、これ皆さんね、うん、こっちの方がこっちの7番が被っててこっちの7番が被ってないっていうのをもう理解できるようになって、皆さん全員分かりましたもんね、うん、でそれが何でかこっちロフト立てちゃったから、うん、こっちはロフト立ててない 1.2 度こっち立てちゃったんです最初、うん、このクラブの流れとかをちょっと優先するために、で僕らの年代では僕らぐらいのシニアの層とか僕らのツアーのバスに乗ってたクラフトマンとかの会話ではロフトでも立てるとかぶっちゃうからなっていう会話がもう当たり前にした、うん、でも今のツアーでその会話聞いたことないです、ただ立てて寝かせてぐらいは聞いたことあるんですけど、クラフトマンたちもそういうのが分からなくなってきてるし、選手も分かってるんだろうけどそういうものをそういう会話がないから気づかないっていうのが結構気づいてるんだけど気づかない、うん、だから僕もその一人で立てたら被るっていうのは分かってたけどなんか知らないふりをしてたって、でプロショップ行って何これめっちゃいいじゃんこの辺に一番めっちゃまっすぐだなと思ってやっぱり測ってみたら 1.2 度やっぱり僕これを立てちゃったオリジナルより、うん、まだまだ僕も勉強なんかね、その多分立てたのを僕覚えてるんですよ、なんで立てたか、うん、あ、バンスが、バンスが当たるから立ててバンスを当たんなくしたいって言ってたの、そうだ、そうだ、それもあったんだ、うん、そう、まあ、いろいろありますわね、そうなんですよ、日々勉強です、なんかこれがね、気持ち悪かった、傘っていう当たりたまにあるじゃん、泥をかけてるんだね、パーンって右に行くやつとか、あんなん絶対こっちだったらないわ、はい、どんどんね、言い訳できないようにいい道具にしていきましょうね、そうですね、はい、そう、はい、今日皆さん、クラブがね、どのぐらい重要かっていうのは骨に染み込むくらい分かっていただけなんじゃないかなと思います、はい、だから僕はね、こんなね、あのレッスンとかよりもこれ、もうレッスンの何百時間分もこれ大事だと思う、はい、もう今日参加してくださった皆さんは大体見分けつくと思うので、多分来ますよ周りの人、僕のクラブどうですかって来ますよ多分。もうあのマスターです、ね。はい、あの。ちょっとこれ資格認定で。被ってる被ってる認定出そうか。はい。あ、それちょっと出そうマジで。はい、やりましょうね。私にしちゃうんだけど、ね。はい。被ってないマスター。はい。あ、これ出しましょう。ちょっとね、2段階ぐらい、あの商売にしていいぐらいのレベルと、あと練習場でとやかく行ってもいいぐらいのレベルと、こう2種類のね、うん、センターそう、うん、はい、はい、ということで、皆さんは第一次試験突破なんで、はい、とりあえず、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、勝手にあの認定証と一緒に、はい、あとその資格のあの年会費の振り込みの用紙も勝手に入れて送りつけると思いますけど、もしよかったら、はい、マスターになってください、はいはい、引き続き多分すごいこれから中古ショップ通ってめっちゃ見るでしょ、多分めっちゃ見ますね、あの首、なんならこう首輪ね、横出しにしちゃうんだけど、発行の被ってる被ったらいます、めちゃめちゃ話しかけられるようになりました多分大変ですよ、もうということで、はい、今回ね、あの急遽開催だったんで、その中でも4名の方々来てくださいましたけど、またちょっとね、あの定期的に開催させていただきたいと思います、はい、次回からどんどんレベル上がっていくんで、ブラインドテストバンバンやっていきます、はい、はい、ということで今回ありがとうございました、ありがとうございました。